えぇ、ー、もう。よいしょ。湯気とは。はい、いうことでね、はい、お湯割り、うん、湯上がりトーク、今から始まります。はい。じゃあ、はい。ちょっとね、ここ前にストーブ持ってきてくれ。はい。いうことで、はい、今日も一日、皆様、お疲れ様でした。うん。湯上がりで、結構おいしいです。はい、今日は皆さんどんな一日でしたか？うん、もうね、毎日一日一日一日過ぎるのが早いですね。うん、まあ干し芋を今日はもう取り込んでね、一つ下の動画をご覧に、なっていただいた方は、まああれはね、まともに編集したやつなんですけど、湯上がりトークはね、もうほんまにもう無編集で、このまま、カメラで、動画を撮って、そのまま、YouTube に、そのまま流してっていうね、やり方なんです。今日はね、何の話をしようかなって思ったのはね、前に話をさせてもらったように、まあ、動画編集っていうのがね、これ、Vlog ね、キンポンの自然の暮らし、50代、Vlog っていうやつ。うん。で、それって、まあ、始めたのが、あれ、いつやったんやろ ?2000?20年になってからかな。2020年。今2024年ね。うん。だから3年前ぐらいから始めて、で、今までずっとね、SNS でも、もうブログ普通のブログ、うん、キンポン広場っていうブログを、まあ、商売をやってたいういきさつもあって、その、手作りのブログをね、いろんなものを作ってる、作品の手作り、の、作業の、もうブログっていうのは写真やからね。うん。Vlog は動画やけど。うん。で、それを収めてたやつと、それから、あと、植物に関してガーデニングの仕事をしてたんで、してたんでってしてるんやけど、ガーデニングの仕事内容と、あと日常の、分と、いろいろまあその、同じように再生リストと同じように分けて、あれはもう2019年ぐらいからやっとったんやけど、結構長いことね、2019年そんなもんやねんのか。いや、もっと前からかもわからへんわ。もう忘れたんやけど、もう10年やそこら経ってると思う。娘とかが、まだ小学校とか、中学校とか、高校に上がったりするような段階のとこやから、まあ入試に受かったよとか、音楽会だった、体育祭やったとか、そういうのも含めたやつを、日常を入れたりしてるから、遡ったら、結構長いと思う。うん、でもね、まあ今でこそその SNS で収入が得られるっていう時代にまでなってきてるのはもう誰もご承知の通りでしょ？うん、だからブロガーって言いながらブログをずっと書き綴ってきとった金本の割にはね、広告が、こうスマホで広告が上がってくるのがチラチラして、もうもう嫌やったから、もうアウト言うて。うん。だからまあ広告収入を得るっていうね、そういう基本段階じゃなくて、自分のね、記録を残すっていうためにブログを始めただけのことやったから、そういうね、ことを頭になかったんですよね。自分でまあ仕事をしてるっていうことの範疇の中で、ブログを書いてブロガーになって収入を得ようっていうことなんか全然その時にも思ってなかったから、広告を入れるっていうことに対してはもう拒否ってて、もう今でもそうなんですけど、広告を入れるっていうこと、アフィリエイトっていうかな。うん。なんかそういうやつに全然まあ興味持ってなかった。今になったら、あ、ほら今年とったなのでね。うん。毎日のようにずっとこう書き綴ってきたことを、もう全然それをまあ広告も入れずにみたいなことをやってきとったから、まあそれがブログで日記のように綴ってるみたいな。うん。だから赤裸々なことも結構やっぱりあると思うんですが、うん。あんまり見てほしくないようなね、部分も、あると思います。ブログの場合はね。で、まあ、YouTube っていうのはね、前から知ってたんですよ、YouTube ね。うん、でもまあ今、ここに来て、その、リモートワークがもう定着する時代になってきてからね、誰しもがもう YouTube を普通のテレビ画面、スマホじゃなくってね、うん、テレビ画面でも見られる、うん、時代になってきて、うん、キンポのところももうテレビが、下の部屋にはやっぱり、65型と、この和室にも、何型から大きいのがあって、ここでこう、YouTube のチャンネルと、Netflix とかね、
ね、こう、ボタンでね、すぐにテレビが、テレビで YouTube が見れる世の中になってきているから、この、スマホで見るんじゃなくって、テレビで誰しも見れる時代に変わってきてるから、もうかなりこの2、3年の間に変わってきたなっていうふうに思います。あ、そうそう、これ、相性が悪いって言ってた、この前のね、岩刈り動画でやってた、この文が、あれなんですよ。うん、このカメラが3つついてる、この大きい画面のこの文なんです。うん、これで YouTube でも何でもこう、見れるんですけど、こんな感じで。うん、だからこれぐらいまあ、大きいね、サイズで、画面でね。うん、見ることができるんです。で、これでもうカメラがついてて。うん、だからまあ、これのお話をしようって思ってたけどね、これでまあ2万5千円で結構ね、お買い得でしょ。うん、モトローラっていうね、機種なんですけど、結構まあ、これも検索したら人気の商品でね、あんまりまあ、不具合もなさそうなんですけれども、まあ、合わへんいうのがあって、ブログを作り始めたのが、2020年過ぎてか21年ぐらいかな、うん、ぐらいから、Vlog ね、YouTube を始めたってやつ。いつも見る側やったんですけど、見る側でも、パソコン PC ね、パソコンとか携帯とかで Wi-Fi を通して、こう、見るっていうことやったんですけど、テレビで見れるようなシステムになってから、YouTube を、まあ、積極的になんか見やすくなったから、普通のテレビ側も民放を見るよりも YouTube を見る方が面白いみたいなね、うん、感じですよね。うん。で、あれがね、YouTube やってる方が、2018年、2019年、うん、ぐらいに始めた人って結構バーッと、上がって、登録者数の方が上がって、結構まあ、視聴回数も多い方が結構多くってね、その方たちの YouTuber さんも結構そういうお話されてると思いますが、もうその、時期にやり始めたな、みたいな。だから、キンポが始めたんが、その、コロナに入る、ちょっと手前ぐらいからやったから、出遅れようかね。まあそういう、まあ駆け引きじゃないんやけどね。うん。結構まあ、その2018年みたいな、こう、全盛期バッとこう上がっていく、時に始めたよりも、ちょっと、後になって、もうなんか、今から赤になっていくんじゃ悪化する人が多くなってて、今みんなが言ってるようなね。もうコロナになってからリモートワーク始まってから、誰でもが、このスマートフォンで、編集をして、YouTube で、流すことができるような時代に突入しましたでしょ。うん、キンポも思うんですよ。また今日もなんか変に話が長くなってしまいそうなんだけどね。うん。若い人って言うたら、YouTube が最初にこう、起動で始まっとったんやけど、TikTok とか、もともとね、その短編で、さっと、もう1分動画みたいなんで、さっと、しかも早くしてばーっとこう終わってしまうみたいな感じのノリノリで、パッと見てって感じなんやけど、やっぱりね、40代、50代、だからセカンドライフに突入する人たちっていうのは、やっぱりもう心も、体もゆっくりしてしまってるでしょ。で、まあ、蓄えもあるし、で、それともう一つ、キンポもそうなんやけど、50代の Vlog っていうのは、ブログじゃなくて Vlog ね、日常生活を動画で、表す、やつね、YouTube で。結構50代 Vlog とか50代夫婦で検索したら、結構上がってくるんよね。たくさんの方が始めとって。うん。だから男の人よりも女の人の方が上手。なんで人がこんなに紹介数が多くって人気なんやろうと思ったらね、よーいろいろ見たらやっぱり料理、家事、それと日常生活、買い物、うん、ファッションいうアイテムがね、やっぱり多すぎる、男の人に比べたら。それとね、やっぱり家庭生活の日常っていうのはすごい魅力的やね、見る方にとってもね。うん、どんな生活しとってんやろなーっていう感じで、その表現の仕方っていうのが、もうやっぱり編集をして出される方、主婦のその50代の方々っていうのは、それをやっぱり見て、あ、これも自分でもできそうやなってされてる方がやっぱりにかり寄ったりで、我が家の朝の始まり、ルーティーンって言うんだけどね、日常生活の朝の始まり、うん、バーッとレースのカーテンを開けて、それから、夜間に、湯を沸かしてコーヒー入れて、うん、それから洗濯を干してみたりとか、掃除機をかけたりとか、あと朝食を作ったりとか、それをもう綺麗にね、並べて、
出して、撮ってみたいな。うん。そういうのを、やっぱりもう見慣れてきてるから、ドラマ化する、そのセンスっていうのがね、皆さん上手やと思います。だから、すごい上手で、食べる時間とか、食べて、どうのこうのするよりも、動画を撮るだけでもう精一杯なんで、ね、キンポンなんかでもこう、こなして、何もせんと、こうやって何もせんと、無編集でするのは大事、結構楽なんですけど、編集にね、やっぱり、キンポンでも2時間ぐらいかかります。動画を撮るのは、2、30分のことないんだけど、それを、きちんと区切りをつけながら、あかんとこ、間の空いてるところをカットしたりとか、最初のところ、最後のところをカット、カットしながら、こう、くっつけていく作業っていうのをね、皆さんされていきながら、上手にね、編集されてる。もっと時間使われてると思う。もう、3時間、4時間とかね。キンポの場合はね、もうパソコンじゃなくて、このスマホ1台で編集してるんで、ブロっていうやつなんやけど、だからもうこんなんでやっていくんやったら、音楽全部揃うとうから、まあ、ブロは結構おすすめかなと思ってるんですけれども、最初の、スイッチって、携帯のスイッチを押してる作業とか、最後切りに行く作業とかっていうとこだけを消してね。で、普通に、金本よりも金本です。いつもご視聴ありがとうございます。で、始まって。で、最後を切るっていうところも、最後までご視聴ありがとうございました。ほんなら、また。だから言うて、ふっとこう。で、切りに行く。そこの部分をカット。だから最初と最後のところだけをカットして、で、そこと後の部分はもうほとんどもうそのまま触らずにやってても2時間ぐらいかかるっていうこと。で、曲を選曲して、だいたい決まった音楽にしてるんやけど、BGM ね。で、入れていきながら、もっともっともう細かい人って効果音ドドーンとか、ババーンとか、バーンとか言って、ヒュッとかって音入れたりね。そんなのもあるんですよ。でもね、それやっとったら、もう何もできんようになって、もう編集だけで、もうどんだけのことせなあかんのみたいなことになってしまうから。だからまあ、キンポの場合も、結構まあ適当な、編集の仕方やっとんですけれども、この、ブロってお魚のね、このマークついたやつ。ここで、新しいプロジェクトいうとこ、ポンとこう、押してね。で、ここで写真撮ったやつがいっぱいあって、で、その、動画っていうね、ところを押してね。で、なんか動画撮っとるやつあるかな？前の動画になるかもわからへんんだけど。なんかあったらね、見てもうたらいいんやけど、エラーになるな。なんか、動画はね、すぐ消すようにしとんですよ。あったらいいんやけどな、ないな。またこれ、動画を、編集をするところっていうのをまたやってみてもいいかもわからへんのですけど、こう、行って、で、これで、こう。で、これで、ポンとして。はい、10月の25日に植えて、全然出てこなかった、で、ここでね、BGM っていうところを、だいたい決めと BGM っていうのがあると思うんやけど、そこでね、日常で、いつも使ってるやつって出てくるかな？あ、これ全然入ってないんやな。使ってないから。出ててくれたらいいんやけど。こんな感じ？で、こういう音楽選んで、ポンとこう、すると、ここに入ってくる。こんな感じね。だから、結構ね、スマホで動画撮るのは、ちょっとね、慣れたら簡単なんです。だから、まあ、やってみたいなっていう方はね、キンポンの広場で、ブログ編集の、講習会みたいなのもやってもいいかなと思ったりするんで、興味ある方はね、また、行ってみてください。で、いうかね、この、女性の人が結構いいなっていうのはね、やっぱりそのルーティーンを描き方が上手っていうこと、それと知りたいことを、その料理をしながら、しながら、活字でね、いろいろこう書いておられるっていうこと。だからまあ、キンポンはまあ、ガーデニングとか、そういうところをテーマ、自然の暮らしっていうところで撮ってますけど、やっぱりね、家庭である部分、夫のこと、それから子供のこと、それから、親のこと、義理のとか、実のとかね。でもね、50代のこの世代の人たちってみんなやっぱ子育てが大体ね、もう大学生がいてる、そうじゃなくてもう、嫁いだ、もう外に出した、もう夫婦二人のセカンドライフっていう方がやっぱりほとんどないね。だから、それ思ったらね、やっぱり興味深いところの内容が多いです。やっぱり病気のこと。
うん、入院したりとか、手術したりとか、それと親の介護のこととか、うん、あとお金の話ね。うん、だから今から先、生きていく、その、セカンドライフっていうのは、50代から新たな、その人生のスタートみたいなところがあるからね。やっぱり今まで子育てに夢中やって、一生懸命仕事をしてきた後の、つけが体にガタが来てね。うん、いろんなことがあります。ガタが来る、家のこともガタが来る、いろんな意味で。うん、そういう部分で、その、老後の生き方っていう Vlog っていうのが、ものすごい、やっぱり、世間一般には、受けてるっていうか、広く、反映してるって言ったらいいんかな。うん、まあ、リモートワークになってから急にね、YouTuber に、なってる方が結構多いんでね。やっぱりこう、見ることによって元気づけられる部分も多いですね。うん。まあそんなこともあってね。今日は、話が長くなるんですけれども、自宅で、収入を、得る、楽しみながら、うん、いうのが YouTube の一つのあり方かな。見る側も楽しいんですけど、作る側も楽しんでね。うん。なんか作ってみたいなっていう方はね。このブロっていうのおすすめなんでね。うん、さっきの。うん、よかったら、また、ご案内させていただきたいな、というふうに、思ってます。はい、今日は、そんな感じで、うん、YouTube をやってる、うん、Vlog をやってる、その、あり方について、キンポがね、うん、お話しさせていただきました。それでは、おやすみなさい。では、また